タン,タンガニーカ湖、タンガニーカ湖、タンガニーカ湖、レイクタンガンイカは、タンザニア西端にある淡水湖。湖の東岸はタンザニア、湖の西岸は、コンゴ民主共和国に面しており、南端部はザンビア、北東端はブルンジに面する。南23度25、8度45、東径29度10、31度10。 海抜773メートルに位置し、東西40から50キロメートル、南北670キロメートルに細長く伸びる。面積は32,900キロメートルで、アフリカではビクトリア湖に次いで2位、世界で6位。深さは平均水深570メートル、最大水深1,470メートルで、アフリカで1位、世界ではバイカル湖に次いで2位。 周囲は 1900km、貯水量約 18,900km、水量もバイカル湖に次いで2位である。バイカル湖に次ぐ世界で2番目に古い古代湖、推定2000万年と言われる。アフリカの第地高体、グレートリフトバレーによって形成された構造湖である。地高体内にある最大の湖で、地高体内では西リフトバレー内にある。西リフトバレーには北から順に、 アルバート湖、エドワード湖、キブコ、タンガニイカ湖の四つの大湖湖が並んで存在しているが、このうちアルバート湖とエドワード湖はナイル川水系に属していて、タンガニイカ湖とはつながりがなく、キブコの実が南端から発するルジジ川を通じて、タンガニイカ湖とつながっている。上記の湖の他に、ビクトリア湖やマラウイ湖などを含めたアフリカ大湖湖の一角をなす。これらの湖は、 すべて、第一交代に属しており共通点はあるものの、タンガニーカコとは、キブ湖を除き水系はつながっていない。タンガニーカコの固定は全域において非常に深いが、中でも北部の中央部と南部の中央部に非常に深い湖盆がそれぞれ存在する。北部湖盆は湖面より1250メートル以上深く、南部湖盆はさらに深くて1400メートル以上となる。 中央部は250メートルよりは深いものの、南北古本よりはかなり浅くなる。非常に深いこと、低緯度地方にあることから、気温の季節変化が非常に少ないことなどから、湖水の上下循環が極めて悪く、深層の水は流動せず、化石水と呼ばれる、貧酸素水海となっている。循環が悪いため湖水は水温によって、層をなしており、これが崩壊することはない。 しかし、5月から9月における寒気には強い晴れが吹く、ため、その力によって、湖の南端で中層の水が湧き上がる。また、それ以外の季節でも湖の南北両端においては、中層からの水の上昇がある。この水は栄養分を多量に含んでおり、非栄養庫である、タンガニー過去において、貴重な養分の主な供給源となっている。一水域は、 約23万1ロメートルで、主要な流入河川は、キブコから出て、タンガニーカ湖北岸に流入するルジジ川と、タンザニアで2番目に大きく、タンガニーカ東岸に流入するマラガラシ川、それに、ザンビアから湖の南端へと流れ込み、湖畔近くで、アフリカ第二の高さの滝であるカランボ滝を作るカランボ川であるが、この他にも、無数の消火川が湖に注ぎ込んでいる。 しかし、年間流入水の湖水に対する割合は1500分の1に過ぎない。一方、流出河川は西側にある、陸ガ川のみであるため、湖水の滞留時間が非常に長く、湖水の平均滞留時間は5500年にも及ぶと言われるが、その90%以上は蒸発により失われるとされる。陸ガ川は下流で今後川に合流し、大西洋へと注いでいる。 そのため、水系としては、今後側水系に属する。ルクガ側への流出口は1837年に大規模な地滑りによって塞がれてしまい、40年後の1878年まで、タンガニー過去からの流出河川は存在しなか。これによって、湖水が10メートル上昇したが、1878年の増水によってルクガ側の流出口が復活し、 深い流出口が刻まれるようになると元に戻った。タンガニーカ湖は、プレートの動きでできた湖であるために、周辺では地震も多く起きる。2005年12月5日には、タンガニーカ湖中部の彼見置き合で、M6.8 の地震が発生し、死傷者が出た。古来よりこの地域にはピグミーが居住していたが、紀元前300年頃に、 バントゥー系民族の大移動の波がこの地域に到達し、ピグミーに代わってこの地域の主な住民となった。300年頃には、北から製鉄や牛の飼育の技術が伝播したが、湖岸に平野部が少ないこともあり、領域国家は長い間成立しなかった。16世紀になると、ビクトリア湖北岸、西岸と西の西リフトバレーモロコとの間の地域に、牧畜民が侵入して、 厳住の農耕民を支配し、ブニョロ王国、ブガンダ王国、トロ王国、アンコーレ王国、ルワンダ王国といった小王国が相次いで成立するようになり、タンガニーカ湖地方においても北端にブルンジ王国が成立したものの、それ、イナンにおいては、以後も領域国家は成立せず、部族単位の分立が続いた。タンガニーカ湖藩の諸民族は主にインド洋に面した。 大陸東岸にやってくるアラブ人たちとの遠距離交易を行っていたが、この時代にはアラブ人たちはタンガニーカ湖畔には到達しておらず、アフリカ人の諸民族がインド洋沿岸にまで出向いて交易を行っていた。また、ブルンジ王国はやってくる対象と積極的な交易を行わず、対象の自国立ち入りも原則禁止していて、東隣にあって交易路上に位置する。 カラグルエ王国にまで、自国の正体を派遣して、交易を行うのにとどまっていた。19世紀半ばになると、タンガニーカコとインド洋沿岸のちょうど中間地点、近くに勢力を張るニアムウエジ人が、ミランボ王の下で統一され、両地域間の交易を担うようになった。またこの頃になると、海岸部のザンジバルに拠点を置いた、オマーン王国国王。 サイードサイードが交易を奨励したことから、従来海岸部に留まって、内陸諸民族から交易品の供給を待っていた。アブヒト商人が直接内陸部へと進出して、交易に乗り出すようになり、ティップティップなどの奴隷商人がこの地域に進出するようになった。リンガフランカとして、スワヒリ語が、湖岸全域に徐々に広まり出したのもこの頃のことである。 この両勢力間の間には対立もあったが、やがて1876年には通商協定が結ばれて共存が行われた。タンガニーカ湖畔へのキャラバンの主な出発地は、インド洋に面したバガモヨで、ここからまっすぐ西へと向かい、ニャムウエジ人の本拠である風、タボラを経由して、タンガニーカ湖東岸中部ウジジへと到達するものだった。ウジ,ジはこの地域の交易の中心となり、 後のヨーロッパ人の探検家たちもここに本拠を置いて、周囲を探索することを常とした。また、宇治寺から、タンガニーカコを越えてさらに東へと交易ルートを伸ばす、商人も現れ始めた。1860年頃からはティップルティップが、タンガニーカコ西岸に本拠を置いて、コンゴ川上流域、ルアバ川地域にかけての商業帝国を築き上げ、20年ほど帝国を存続させた。 ザンジバルで笛吹けば、古眼の人々を踊り出すという言葉が囁ささかれたのも、この頃のことである。一方、この頃には、産業革命によって、資源の供給地や工業製品の販路を求めるようになったヨーロッパ諸国が、アフリカ大陸内部を探検するようになった。ヨーロッパ人が初めてこの湖の存在を確認したのは、1858年、イギリス人の探検家。 ジョン・ハニング・スピークとリチャード・フランシス・バートンによってで、ある。彼らはザンジバルから出発してナイル川の水源を探す、探検を行い、タンガニーカ中央部の風、現在のタボラにたどり着く。ここで二人は、北に、ニアンザ湖、西に、ウジジ湖と呼ばれる大きな湖があることを聞いた。二人はまず西から探検を進めることとし、1858年2月13日に、ウジジ湖、 タンガニーカ湖を発見した。さらにこの湖の北にルジジ川と呼ばれる川があることを聞くが、その川はタンガニーカ湖から流れ出すのではなく流れ込む川であると聞いた。これにより、二人は湖の北端まで探検業に出ることはなかった。この発見の後、二人は風に戻った。バートンは体調不良によりここで探検をストップしたが、 探検を続行したスピークは北に向かい、ニアンザ湖、ビクトリア湖を発見。二人はどちらの湖をナイル源流と考えるかで対立した。帰国後スピークが王立地理学会にて、ビクトリア湖がナイルの水源であると講演したことから二人はさかいを起こし、タンガニーカ湖がナイル川の源流であると考えるバートンとビクトリア湖が ナイルの源流であると考えるスピークの大論争が勃発した。この論争に決着をつけるべく、デイビッド・リビングストンが1866年に探検を開始し、1867年にはタンガニーカ湖畔にたどり着いた者の,の体調が悪化し、1868年には木駒の南西 7km に位置する湖畔の宇治寺の村で静養をした。 リビングストンのウジジ滞在は3年に及び、本国イギリスと温心不通となったため、ニューヨークヘラルド氏は救出隊として、ヘンリー・モートン・スタンリーを派遣。1871年11月10日、両者はウジジで対面した。この時に、スタンリーが発した、リビングストン博士でいらっしゃいますかドクター・リビングストン・アイプリズムは、当時の流行語となった。 この開港の後二人は共同でタンガニーカコ北端までの小探検を行い、ルジジ川が現地で聞いた通り、タンガニーカコに流れ込む川であることを確認した。その後、再びリビングストーンの消息が途絶えると、これを探し出すために1874年、イギリスの王立地理学協会がバーニー・ロベット・カメロンを隊長とする探検隊を派遣したが、 途中の風で、リビングストーンの棺を運ぶ従者たちと出会ったため、カメロンは目的をこの地域の探検に切り替えて、さらに精神し、タンガニーカコの調査にかかった。カメロンは、タンガニーカコの南半分の8 0 0トルに及ぶ、湖岸線を調査し、タンガニーカコ西部中央から流れ出るルクガ川を発見した。カメロンが西へ向かった後、2年遅れた1876年に、 スタンリーがタンガニイカ湖に到達して湖を就行しタンガニイカ湖の地理をほぼ明らかにした。スタンリーはその後ルクガ川からルアラバ川を通ってコンゴ川を海岸まで降りこれによってタンガニイカ湖がコンゴ川水系に属すること及びコンゴ川の水源のかなりが判明した。スタンリーによる探検によってアフリカ中部内陸部の情勢がほぼ明らかとなると ヨーロッパ各国がこの地域に触手を伸ばし始めた。中でも最も早くこの地域に関心を示したのは、ベルギー国王レオポルド二世であり、1878年には、スタンリーの今後川流域の探検を支援し、その代わり流域各地の首長たちを従属させるという、刑を結んだ。この探検によって、レオポルド二世はこの地域のかなりを支配下に置いたが、これにポルトガルなどが反発し、 結局1884年から1885年2月にかけてのベルリン会議によって今後盆地は良し貿易地域となり事実上今後国際協会の統治下に置かれることになったこの自由貿易地域は理論上はタンガニーカ湖東岸にまで伸びていたがベルリン会議以降ドイツがインド洋沿岸から即に進出し1886年にはイギリスとドイツの協定によって タンガニーカ湖の西に広がる地域はドイツの勢力範囲とされ、今後自由国との境界線が決定されて、タンガニーカ湖はその西端となった。その後も両国はタンガニーカ湖北端などにおいて、競争を続けたが、結局1890年に、イギリスがタンガニーカ湖北端とエドワード湖との間の鉄道不設権を放し、この地域もドイツの勢力範囲となった。 こうしたアフリカ分割によって19世紀末には、東岸がドイツ領東アフリカ、西岸がコンゴ自由国、後、ベルギー領、コンゴ、南端がイギリス領北ローデシアに分割された。1905年にはブルンジに自治権が認められ、この地域は間接統治下に置かれることになって、旧来の権力構造が残存した。1914年3月には、 タンガニーカコ東岸の木ゴマまマでダルエッサラームからの鉄道が到達した。しかし、同年第一次世界大戦が勃発すると、タンガニーカコもアフリカ戦線の戦場となり、ドイツ軍とイギリス軍が水上戦を行った。1915年には、イギリス軍のモーターランチであるミーミー、トウトウがドイツの砲艦金ガニを打保し、ついで武装商船、ヘイドビヒホンビマンを撃沈。 さらに特設砲艦、グラーフフォン・ネッツェンが爆撃されて、ドイツ軍は、古城の支配権を失った。戦後、1919年に、ドイツ領東アフリカは、英国委任党治領単がガニ以カとなり、北東端のブルンジは、ベルギーの委任党治領リワンダイコールウルンディの一部となることが決定し、1921年には、正式に両国に、非政権が移譲された。 ルアンダイコールウルンディの首都は、ドイツ軍が軍事拠点を置いていた湖北端のウスンブラ、ゲンブジュンブラに置かれた。第二次世界大戦後は独立運動が活発となり、1960年にはコンモが、1961年にはタンガニーカが、1962年にはブルンジが、1964年にはザンビアが独立し、沿岸国すべてが独立を果たして現在の、 国境線が確定した。独立後、政治的には、タンザニアとザンビアは安定していたものの、コンゴとブルンジは政治的な混乱が続き、1990年代に入ると1994年のブルンジ内戦と1996年の第一次コンゴ戦争、さらに1998年から2003年にかけての第二次コンゴ戦争によって両国からタンザニアに、 大量の難民が流入し、タンザニアのブルンジ国境沿いや、コンゴへの玄関口である木駒の町の周辺には、難民キャンプが建てられるようになった。一方、湖周辺の経済が低調であり、また目立った資源も発見されていなかったことから、タンガニーカコをめぐる国境紛争は存在せず、沿岸4カ国のタンガニーカコをめぐる関係は、基本的には良好であり、 国際水域の設定やタンガニーカコ保護局の設立、公実などで協力している。世界でも固有種の多い湖として有名で、ここに生息する魚の約80%、貝類の約90%が固有種である。タンガニーカコに生息する400以上の動物種のうち、固有種は実に約300種に上る。これは湖の形成が古く、 かつたの水系からは切り離されて、非常に長期間存続したことを物語っている。多くの淡水魚や電気ナマズ、ハイ魚などが生息する。湖で最も個体数の多い魚は、ニシン科の二種、リンナスリッサミオドンと、ストロスリッサタンガニッキーと、アカメカアカメゾクレイティスの四種の、計六種の遊泳魚で、魚類の現存量の大部分を占いている。 しかし種として見ればこれらはごく一部であり、湖からは少なくとも、シクリットが300種とそれ以外の魚が150種ほど知られており、その大部分は低制魚、種として固定付近で生活する魚である。約300種のシクリットのほとんど90%以上が固有種で、このような固有化は無脊椎動物にも起こっており、貝類、ヒル類、貝足類、カア足類、 カニ類などで顕著である。特に川になる意には一見海の貝のように見えるものも多く、他の淡水域には見られない、際立った進化を見せている。水質がやや強いアルカリ性であるため、貝類の四角の多くは溶解せずに、長期間堆積しており、無数にある、ニオスマタンガニセンス、タニシカの秋柄は、カニの隠れ家となったり、住み家や産卵シェルターとして、 それらを使うように進化したシクリットなども生息する。これらのシクリットはタンガニーカコサンシクリットとしてマラウイコのシクリットと合わせてアフリカンシクリットという名で観賞用の熱帯魚として養殖され欧米や日本に輸出される。湖の魚は周辺地域に住むの人々の主要なタンパク源となっている。湖の周囲では 約800カ所で漁業が営まれ、漁業に直接関わっている人が約4万5千人、間接的に依存している人は約100万人と言われる。タンガニーカ湖で主に漁獲対象とされる魚は何種かあり、アカメカのムゲブカという魚と、ニシンカのダガーなどがよく獲れる。ダガーはタンザニアでは小魚を全般に刺すことが多く、例えばビクトリア湖で獲れるダガーは、コイカの魚であり、 タンガニーカコのものとは種から違う。タンガニーカコ産のダガーは味がよくやや大きいため、ビクトリアコ産のものに比べ評価が高く高値で取引される。タンガニーカコ産の魚は東アフリカ全域にも輸出されている。商業漁業は1950年代半ばに始まり、1995年の創業閣量はおよそ18万トンであった。 1999年には推定で16万5000トンから20万トンの漁獲口があり、周辺諸国の動物性タンパク質の25%から40%を供給しているとされる。商業漁業は漁獲対象である遊泳漁種に対し重大な影響を及ぼしているとも言われ、初期からの水産会社の中には漁業が最も盛んであった1980年代に、 急成長したものの、その後倒産してしまったものもある。もっとも、減少の起きていなかった過去と比べても、漁業圧力には、さほどの変化がないため、乱獲よりも口述する、湖水状況の変化の方が、漁獲口に影響を与えているとされる。また、東岸中部、木駒の町の 16km 北には、ゴンベイ渓流国立公園があり、チンパンジーの研究で知られる。 また、木駒の町の南1 6 0トルには、マハレ山海国立公園があり、ここも、チンパンジーなど霊長類の研究で知られる。構造庫であり非常な深さを誇るため、中石平野の発達がなく、小岸平野がほとんど発達していない。沿岸最大の都市は、古北橋に位置するブルンジの首都ブジュンブラであり、その他東岸にの発着駅である木駒、西岸に、カルミ、 南端にムプルングなどの町があるが、外して都市の発達はあまりない。タンガニーカ湖は四カ国にまたがり、道路網の発達していない地域において、重要な交通路となっているため、国際水域となっている。タンガニーカ湖東岸の伝統的な交易中心地は、木ゴマの南西7キロメートルにある自治寺だったが、鉄道の開通によってその地位を木ゴマに譲り渡した。タンガニーカ湖周辺は、 都市の発達があまりなく、湖水の汚濁は、さほど重大な問題となってはいない。しかし、それでも、ブジュンブラやキゴマからの都市の汚水流入が問題となっている。しかし、それよりも重大なのは、人口が中密であり、よく工作され土壌侵食の激しいブルンジや、今後民主共和国からの土砂の流入である。タンガニイカ湖周辺はあまり開発が進んでいないが、 北端のブルンジは例外であり、非常によく工作され、人口密度もアフリカで最も高い地域となっている。ブルンジには平地があまり存在せず、国全体は緩やかな丘陵に覆われているが、この丘陵の頂上付近までブルンジでは工作され、尽くしており、これが蒸気の土壌流出の主原因の一つとなっている。湖岸地域にはあまり特産物も,も存在しないが、 ブルンジのコーヒーのみは顕著な例外であり、ブルンジの総輸出量の大半を占めるまでになっている。近年、タンガニーカ湖においては、地球温暖化の影響によって1970年代以降、周辺の気温が上昇し、それに伴って水温も上昇している。表水槽では1913年以降一貫して水温が上がり続けており、深み層においても水温上昇が見られる。 2010年の湖面温度は26度であるが、これは、西暦500年頃以来1500年ぶりの高水温である。また、寒気に湖面に吹く強いハエの強度も1970年代から1980年代以降弱まっている。この水温上昇と、風速低下によって深部からの水の上昇が弱まり、養分が少なくなったことで、植物プランクトンが減少し、 これを主食とする魚類も減少している。この食物連鎖の弱まりによって漁獲口も減少し、一部魚種においては30%から50%の漁獲減少が埋まっている。これらの問題について討議し、解決を目指すため、タンガニーカ湖の生物多様性保護のための汚染制御などの手段プロジェクトが発足し、2003年には周辺諸国によって、 タンガニイカコの持続的利に関する条約、タンガニイカコの持続的管理に関する条約が結ばれた。2008年には沿岸4カ国によってタンガニイカコ保護局、レイク、タンガニイカオーソリティ、LTA が設立され、湖全体の環境問題を討議する、初の政府間組織となった。タンガニイカコは常実のように、周辺の貴重な交通路となっている。 特にの終着駅である東岸中央部のタンザニアの木ゴマとコンゴ側の鉄道の終着駅であり、鉄道を通じてカタンガやベンゲラ鉄道とつながる西岸中央部のコンゴ民主共和国のカレミの間にはフェリーが走り、大陸横断ルートを形成している。木ゴマ港の利用者は2002年のデータで4万人程度に上る。また、南端にあるザンビアのムプルングや、 北端のブルンジのブジュンブラも重要で、上記4都市を起点として、拡張村を結ぶフェリーがこうしている。ブルンジとザンビアは国境を接していないが、ムプルングとブジュンブラを直接結ぶ貨物船が就航しており、コンゴやタンザニアを経由せず、行き来ができる。タンガニーカ湖畔では、道路が整備されておらず、船でしか行き来できない地域も存在する。チンパンジーの生息地として名高い。 マフハレ山階国立公園には道路が通じておらず、湖から定期船、またはチャーター船での往来を余儀なくされる。特にタンガニーカコ水運が重要な位置を占めているのは完全内陸国であるブルンジである。ブルンジの貿易は周辺諸国との道路網が未発達であることもあり、多くがタンガニーカコの古城輸送に依存している。タンザニアのキ候マ港からの輸送も大きいが、 特にザンビアのムプルング港からの水運は、南部アフリカ諸国とブルンジとを結ぶ重要交易路で、あ、取扱いが急増している。とはいえ、ムプルング港の貨物取扱い量が13万2000トン、2011年、ブジュンブラ港の貨物取扱い量が12万2800トン、2012年に過ぎないという点から見ても、この古城輸送は、量的には、今だけして大きいとは言えない。 しかし、周辺諸国からの道路輸送が改善された場合、古城輸送の終着地である、武順ブラ港は今以上に輸送拠点として大きな意味をつ可能性があるが、同校の施設の老朽化が進み、また取り扱い量に対して、港湾設備が未整備であることから、日本の国際協力機構、JICA は、2014年5月23日に、武順ブラ港港湾開発計画への無償金援助を、 行った上記のグラフフォンゲッ1913年建造は、1924年に引き上げられて、可客船リエンバ号として復活し、タンザニアとザンビアなどの諸国を結ぶ、国際線として2006年現在もタンガニカ古城で、運航している。2014年には、建造101年を迎え、世界で最も古い船の一つとなったが、運航は継続中であり、 旅客や農産物などの貨物を運んでいる。しかし、これらのフェリーは、他のアフリカの故障や河川と同じく化石祭や老朽化が問題となっており、大きな事故が発生することも多い。2014年12月11日には、タンガニイカ湖中部、コンゴの枯れミと、モバの間の湖上で客船が転覆し129人の乗客が死亡した。 この湖が初めて外部と交通機関で結ばれたのは、1914年にタンガニーカ鉄道が、キゴマまで伸び、ダルエスサラームと鉄路が繋がった時である。ついで1915年には、アルベールビル、ゲンカレミまで鉄道が伸び、南アフリカのケープタウンと、さらに1928年には、ベンゲラ鉄道の全通により、ポルトガル領のベンゲラ港と結ばれた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。